バグナ大勝利、希望の未来へ、レディー、ゴー。なパート5、始まるよ。前回、ミストさんをさらったジェルバインを追いかけて、異世界への門を開きました。では行くぞ、決戦のバトルフィールドへ。ここでフェンリル君を小屋に返します。ボスの回避行動を誘発させちゃうだけだからね。こいつが夢に出てきた魔法生物くんです。なんか犬っぽいよなぁ。もう自分を抑える限界が近づいているようです。元はこんな見た目ではなかったのですが。ジェルバインが、負の感情を込めたルーンを長年にわたって与え続けたせいで、このような姿に変貌してしまったそうです。出やがったな、ジェルバイン。なんでさも当然のように浮遊してるんですかね。じゃ、オラオラ来いよ、オラというわけで魔法生物戦です。こいつは今までと違って回復ゴリ押しはしません。尻尾攻撃がかなりの効果力で、回復が追いつかず、やられてしまうことがあります。また、ラバパンサーなどと同じように、普通に攻撃しようとすると回避されます。なので、相手の攻撃に対して、カウンターで攻撃するようにしましょう。尻尾攻撃後は隙が長いので、安全に攻撃することができます。先駆者さんは、尻尾攻撃にカウンターしていましたが、自分は魔法生物から距離を取ることで、突進攻撃を誘発させ、壁にぶつけて隙を作っています。ちょうどこんな感じ。魔法生物は、突進前にうなり声を上げるので、画面外にいても察知して避けることができます。ただし、距離を取ると魔法弾もばらまいてくるので、結構厄介です。魔法弾は、攻撃を当てれば消すことができますが、斧だと攻撃範囲が狭いので、難しいです。回復ドリンクはたくさんあるので、多少無理してでも隙を作らせることを優先しています。あっぶな。ドリンク効果が直前に切れ、回復の直後に背後からのダメージ、これよく死ななかったな。尻尾攻撃は結構リーチが長く、攻撃方向も広く、持続時間も長いので、注意しましょう。もう大丈夫だろ。と思って近づいても、ダメージを食らってしまうことが結構ありますあります。また、尻尾攻撃の攻撃判定は、尻尾を振り上げた時点で出ており、魔法生物の背面に密着していると、突然大ダメージを食らってしまうことがあります。尻尾には近づかないように気をつけよう。魔法弾ばらまきすぎー。攻撃チャンスができても攻撃しにくくなるからやめろまた魔法生物のそばで回復ドリンク飲んでるよ。方向とか出されたら死んじゃうよ、ほらほら。いってー、おい。だから持続が長いって言ってんじゃねえかよ。なんか立ち回りが雑？雑じゃない？よし突進、壁にぶち当て壁に当たってないやん。どうしてくれ？え？ダメ。何やってんだお前。いや違うんですよマジで。こんな技じゃなかった。フルーツ折れあり回復増殖ありで負ける技が。そう、本当は回復してから殴っている技だった。しかし想定外の出来事が同時に二つ起こったんです。まず一つ、回復薬をショートカット分すべて使い切っていた。本当は殴る前に回復していた技ができなかった。そしてもう一つ、突進を壁に当てられなかった。回復せずに突っ込んだのもこれが原因。回復できていればただの大ダメージで済んだし、壁ドンさせられていれば普通にチャンスだった。これで4分ちょっとのロスです。いやー痛い、ここまで特大ロスはしてなかったのになー。ま、いや、物資はまだまだあるし、日数も余裕がある。
最終的に勝てばよかろうなんだよ。あと、編集中に気づいたのですが、実は尻尾攻撃にはアンチが存在し、それを利用することで比較的安全に回復ゴリ押しができます。こいついつも編集中に気づいてるな。次は問題なくスムーズに勝つので、回復ゴリ押しと比較しながら見てみましょうねー。このように、魔法生物の右足に爪にくっついていれば、尻尾攻撃を出されても無傷です。ああ、こんな簡単なことにも気づかなかったなんて、立ち位置はそんなにシビアでもないので。尻尾攻撃に怯える必要もなくなり、2回攻撃するチャンスにもなります。しかも3ヒットもしやすいです。ただし、この動画だと尻尾攻撃ばっかりですが、方向ばかりしてくる遅延野郎もいるので結局運で慌ちゃたよ。このように、アンチを利用すればかなり早く比較的安全に魔法生物を倒すことができます。事故での再戦は実はかなりうまくいったんですが、それよりも全然早いです。しかしやっぱり方向や風魔法が痛いですね。これは痛い。回復薬が潤沢なチャートでないと採用は難しいと思います。風魔法は見てから回避余裕ですが、方向は無理です。また、方向中に攻撃することもできますが、それによって、ひるみが発生した場合、方向がキャンセルされ、スペシャルアタック中の隙にまた方向を出されると、一気に窮地、最悪死にます。また方向ばかりしてくる遅延野郎だった場合回復ドリンクが減らされるばかりなので、無尽蔵に回復ドリンクのあるバグありチャートの特権ですねこれは。方向が当たらない位置で待機して、尻尾攻撃をし次第アンチに立つこともできますが、ちょっともたついたら尻尾食らうから怖えよ怖えよ。しかも3ヒットさせにくく、2回攻撃もうまく当てられない。それなら Any% 先駆者さんのやり方の方がいいですね。ちなみにどんな戦法かというと、方向が当たらない間合いを取り、背後で待機、尻尾を出したらその隙に3ヒット狙いで攻撃です。ぶっちゃけちゃんと見直したら、壁ドン戦法よりこっちの方がいい気がしてきたぞ。魔法弾のせいで回復しなきゃいけなくなって、攻撃に移りにくいんだよな、お前のせいでよ。じゃ、あとちょっとだから、バグナ君頑張ってくれありましたわ。アンチ利用と比べると2分も差がつきました。はい、すっごい。ヨージェルバイン、お前の作戦の要は潰したぞ。おとなしくお縄にかかるんだな。それがどないしてん。どうやら魔法生物がやられることまでが作戦のうちだった様子。なにそれは。ミスト3回してください。おなしゃす。力ずくでやれば返していただけるんですね。なんだお前。膨大なルーンとエリスを操った精神操作を組み合わせ、魔法生物を完全に支配下に入れたそうです。しかしそのためには、魔法生物の意識を奪う必要があったので、バグナ君と戦わせ、倒させたとのこと。ジェルバイン、必ず僕がこの手で、滅ぼしてやる。というわけでジェルバイン戦です。様々な魔法攻撃をしてきますが、ほとんど見てから避けられます。
また、近距離だと剣攻撃をしてきて、当たると死ぬほど痛いですが、アンチがあるので、そこでスペシャルアタックを叩き込みます。さて攻撃はやめてください。避けるのに時間かかるんじゃ。このように、ジェルバインの左半身にくっついていれば、剣を振られても当たりません。魔法攻撃を打たれるまでここに居座って、殴りまくるのじゃ。実際、ジェルバインの攻撃はそこまで危険ではないですが、一つだけかなり危険な技があります。それがカマキリ召喚、邪魔なだけではなく、攻撃力がジェルバイン以上なので、倒す必要があります。攻撃を食らわないように4体も倒さないといけないので、時間がかかります。言うなればタイムへの直接攻撃です。よし、カマキリは出なかったな。さあここからイベント、操作を受け付けないので、トイレチャンスです。実際今回ここで行きました。んじゃ、しばらく黙りますわ。お前に勝ち目はない。何か聞こえる歌？お兄ちゃん、キャンディ、こんなところに、どうして？精霊に頼んで私たちの姿と歌声だけを運んでもらったの。ジェルバインに支配されてる黒いルーンを解放しないと勝てない。私たちみんなが力を合わせて歌えば、ジェルバインさんに囚われた黒いルーンにも気持ちが届くはずです。だから私たちみんなで力を合わせて精霊歌を送ります。みんな、やっ、手伝いに来たよ。正直歌はあんまり得意じゃないんだけどね。私も手伝うからさ。そんなやつサクッとやっつけちゃってよ。今回ばかりはチーを耐えるわけにもいかんの。チーは音痴なのじゃ。この私がわざわざやってきて歌ってあげてるのよ。そんな雑魚さっさとやっつけてしまいなさい。精霊さんだけでなく、そのモンスターもできれば助けてあげてください。今日は手紙じゃなくて歌を届けるわ。必要なら何でも届けるのが郵便屋の仕事よ。多少の怪我なら私が何とかします。どうかご無事で。ほら、ミスト、いつもマイペースのあんたが何やってんのよ。心配してるわよ。届いてください、私たちの歌。精霊たちよ、悲しみの心から抜け出して。
というわけで、ヘルバイン第2戦、14人の少女の祈りを背負って、何としても勝利するのじゃ。2戦目は、1戦目と基本は同じですが、魔法陣と巨大剣を使ってくるようになります。魔法陣の境目には半アンチが存在するので、魔法に合わせて神歩きで最小限移動して、回避しながら殴りましょう。体力が半分を切ると、巨大剣で攻撃してきますが、ヘルバインの背後がアンチなので、そこで待機します。ヘルバインの着地に合わせてスペシャルアタックをすることで、うまく2ヒットさせることができます。あとは第1戦と同じく、左半身にくっついてスペシャルアタックするだけ。巨大剣は回避は簡単だけど、時間かかるからやめろ。カマキリは嫌だ、カマキリは嫌だ、カマキリは嫌だ、カマキリはいいぞ、これ。よし、じゃあこの魔法陣で倒しきってやるぜ。風魔法が来たら、少し手前にスライドして回避し殴る。地魔法が来たら奥にスライドして回避しましょう。ちょっと足りないやん。どうしてくれんの、これ。いけるやん。もう押し切れる、ゴリ押しじゃ。というわけで、ヘルバイン撃破、長く、苦しい戦いだった。っていうか、カマキリ召喚ゼロは普通にいらん数ですね、これは。ヘルバインの合体も解除されたようです。よかったよかった。勝因は、ヘルバインは周りの皆を憎んでいたのに対しバグナ君には、みんなの協力があったから。皆さんには、困った時に助けてくれる友人とか、いらっしゃらないんですか？あ、そうだ。犬さんも一緒に帰りませんか？帰りましょうよ。でも、迷惑かかりませんかね？精霊さんに頼めば多分、ルーンを吸い取る力なんてどうにかなるはずだ、多分。ありがとうございます。でも、ここに残ります。僕にも、家族がいるから。丘の下。じゃ、そろそろ帰りましょっか、ヘルバイン。なんのこったよ。魔法生物くん神的にいい人だから、見習って構成してどうぞ。というわけでエンディングです。とは言っても、ミスト結婚 RGA としては、まだスタートラインに立ったに過ぎません。何せ、まだミストさんと全然仲良くなってないからね。株一個あげただけ、この株奴隷やる気あんのか？元の世界に戻ったら地獄の2ヶ月半が始まるから、許してください。何でもしますから。じゃあ、ここまでの走りの感想でも。やっぱ、魔法生物戦で負けたのはいかんでしょ。あまり大きなミスしてなかったから、結構ショックでした。え、エリスのウリチャー？なんのこったよ。魔法生物戦の死は、回復した気でいたので、突っ込んだら突然死んでビビったんだよな。これからは、ショートカットのアイテムの残数を常に気にするようにしますよ。するする。ところで、ヘルバイン撃破後にフルーツ折れ、どれくらい余ったと思いますか？なんと77個です。そう、明らかに増殖過剰なんですよね。ドリンクの増殖は最低でも36個までで十分でした。今回は3スタックになるように増殖したので、3回の無駄、1回の増殖には約28秒かかるので、約1分半のロスですね。回復薬の数は最適でしたが、まだ使っていないルーニーも実破過剰気味です。ちょっと聞きりすぎなんとちゃう？各地区のルーニーの増減には、乱数が関わるので、いざ繁栄にしたい時にバランスめちゃくちゃで。混合花を育てている間に絶滅されたりしたら困るので、いかなる状況からも繁栄にできるような数、増殖しました。ここは調査不足ポイントですね。
ズーミーの増殖が一番時間かかってるので、これを最小限にするだけで2、3分短縮になるんじゃないですかね。いや、暑いっす。また、このチャートを作っているときはドリンク増殖は早いと信じて疑いませんでしたが、検証してみたところ、店売りのオレンジジュース使用より遅くなっていました。え、なにそれは。ウキウキで増殖してたのがバカみたいじゃないか。でも、これのおかげでジェルバイン戦が早くなって、カマキリを召喚される前に倒せたかもしれないから、なんか全体的に安定取りすぎなんだよな。もうちょっと攻めていいって言われてるぞ。鉱石ブローチもわざわざルーンストーン増殖をしてまで作る必要はなかったですね。エメラルドカルビーが出れば1分弱早くなりそうですが、他のブローチだと安定はしても早くはならないからね。死んだら再装すればいいんだ、上等だろ。なんか悪いとこばっかだな。良かったところ考えましょ。魔法生物以外のボス戦は良かったですね。ジュースのおかげって言ったらそれまでですけど、ツル草と雪草の攻略もスムーズでしたね。あそこはつまずいたら終わりなので、無事突破できてよかった。もしかしてガバガバなのはチャートだけで、プレイの方は結構良かったのでは。それなら安心だぜ。ザ・エンドってね。お疲れ様でしたってね。畑めっちゃカラフルで草生えるわらわら。さて、今日は久しぶりの祝日なので、ルートくんから株買いましょ。本来は一眠りしてからビビアージュ邸前にいるルートくんから買い物する予定でしたが、敗北して一日ずれちゃったからね、しょうがないね。ビアンカが秘書に来ている間は、ルートくんは朝っぱらからビビアージュ邸前にいるので、時間調整の必要なく買い物でき、ロード回数も少なく済んだのですが、誤差だよ誤差。んじゃ、種メーカー遅れ。ありがとなす。じゃ、帰って冬の4日まで寝ましょ。寝るだけなので倍速。連続して寝ている間は、日付が確認できないので、寝過ごさないか心配になりますが、冬になると、窓の外が暗くなるので、暗くなってからの日数を数えれば大丈夫です。メインシナリオはほぼ最短日数で終わらせましたが、冬にならないと、ミストさんの結婚に必要なイベントが発生しないので、冬の4日まで寝なければなりません。混合花はどうしたんだ、育てるんじゃなかったのか、と思うかもしれませんが、冬の4日から育て始めます。これだと、育て終わる頃には春になってしまいますが、問題ありません。秋に育て始めれば、冬に混合花を収穫できますが、冬のデートイベントは集合時間が遅く、春は12時なのに対し、冬は21時です。9分余ってしまいます。春にした方が、寝る分を考慮しても、約1分早いです。じゃ、冬の4日になったので、混合花を植えますが、その前に、ポーチの中パンパンのルーミーをばらまくぞこの野郎。アッペンリルくん連れて行くんだった。この流れもお前やっただろ、二回もやる必要ねえんだよ。ルーミーは、自宅前以外の各地域が繁栄になるように、グラスを60匹、それ以外を35匹巻きます。1エリアの各ルーミーの最大数は60匹で、4種のルーミーが全て35匹以上いると繁栄になります。ルーミーグラスだけ多くすることで、繁栄状態がしばらくキープされます。
今回の巻き方であれば、半月は絶対に反映させることができます。自宅前を反映させない理由は、全築反映状態にすると、反映ボーナスが受けられなくなる仕様があるから。また、自宅前のみ、ルーニーの食物連鎖が起こらず、絶滅状態になる恐れもないからです。ルーニーを巻き終わったら、若草の遺跡入り口の畑で、金剛花を育てます。金剛花は、成長に各段階30日、合計120日かかります。これをルーニーと栄養剤で短縮するのですが、栄養剤ガンマを毎日与え続ける場合は、8地区繁栄でも、2地区繁栄でも、成長日数は28日で同じです。じゃあなぜ8地区繁栄にするのかというと、ただ単に育てきるまでに絶対絶滅させないためですね。エンディング中にも言いましたが、絶滅させないだけならば、本当はもう少しルーニーは少なくてもいいかと思います。ただ、最適なルーニー数を検証するのがなかなか、面倒くさいねんな。ほいじゃ、ルーニーを巻き終わったので、混合花植えて水と栄養剤やりましょ。じゃ帰って寝ましょ。違う、おはらきするんだった。冬の5日と16日は、確定で吹雪が起きて、外出できなくなってしまうのですが、おはらきすることで回避できます。夏にも台風が来て、同様に外出できなくなってしまうのですが、おはらきで回避していました。ですがここではわざわざおはらきするより、吹雪直撃を考慮したチャートを組むべきでしたね。それならわざわざここに来ずに、自宅で2回寝るだけで済みます。じゃあ、今から装備脱ぎます。キス。といったところで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。